モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。で、今日紹介するのは縦メガネ用のレンズというものを紹介させていただきたいと思います。はい、これなんですけど、実はこれ今右と左違うレンズが入ってます。こっち側が、普段お店の店頭に並んでいるメガネに入っている、いわゆるダミーレンズという、そのレンズにフレームに入っているレンズ で、こっちだけ伊達メガネ用のレンズ、当店ではハードマルチコートが入ったレンズに変えさせてもらってます。こうやってちょっと見比べてもらうと分かるんですけど、こっちとこっちでですね、レンズの反射の色ちょっと違うの分かりませんかね。こっちはちょっと、ミラーっぽいシルバーっぽいというか、本当に鏡っぽい感じになってるんですけど、こっち側はちょっと緑っぽい反射になっているんですね。反射の感じもこっちは結構ギラギラしてるんですけど、こっちは自然な感じに透明度が高い、そういうレンズになってますね。で、これ見てわかる通り、お店に置いてあるメガネそのまま持って帰ってもらっちゃうと、こっちのダミーレンズになってます。で、こっちの伊達メガネ用のハードマルチコートに入っているレンズに変えてもらうと、見た目もこんな感じでクリアになっていて、自分が見る視界もすっきりクリアになるので、こういった伊達メガネ用のハードマルチコートっていうレンズのコーティングになっているものをお勧めさせていただくことが多いんですね。ちょっとかけてみるとこんな感じで、こっちの方が反射がギラーンとするのが分かりますかね。ちょっと角度にもよりますけど、結構ギラつきはありますね。見た感じも、そうですね、より透明度が高いのでこっちの方が、より自然な感じになりますね。視界も自然になります。こっちは結構目の前にプラスチックの板があるような、そんな感じがちょっとしますね。下が黒のところに置いてみました。やっぱりこっちがハードマルチコートに変えたレンズで、こっちが最初から入っているダミーレンズなんですけど、やっぱり反射がこっちの方がすごいありますね。ちょっと僕が映ってるのが見えちゃってますけれども、これだけ透明度が変わりますね。はい、なので、もし伊達メガネでメガネかけたいなっていう方は、こっちのハードマルチコートの入ったレンズにせっかくなので変えていただくと、見た目も自然ですし、疲れにくい、かけても透明感があるレンズになりますので、せっかくいいメガネ、気に入ったメガネ選んでいただいたんでしたら、ぜひおすすめになります。はい、いかがだったでしょうか。本日はモンキーフリップロストの店長高橋がご紹介させていただきました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。